女子ゴルフの渋野ひな子22イコールサントリーが、米ジョージア州で行われた、メジャーの全米女子プロ選手権最終日後の日本時間28日、インスタグラムを更新した、同大会で逆転での東京五輪代表入りには、単独5位以上が必要だったが40位に終わり、可能性は消滅。 第3日には日本人の態度キャディが新型コロナウイルスの検査で陽性反応を示し、急遽初対面となる地元のユスフアジールディン氏が、決勝ラウンド2日間で大役を務めていた。投稿された5枚の写真の中には、部の日向子のショットに、同志が両手を広げて大喜びするものも含まれ、 渋野ひな子は、ゆすふありがとうと、綴った。最終ラウンドのホールアウト後も、渋野ひな子は同志に対し、本当に、いなかったら、死んでたぐらい助けられました。今日もめちゃくちゃ盛り上げてくれましたし、やっぱり昨日、第3ラウンドは、初めましてだったので、なかなかやりづらいというか、 話しづらい感じはあったんですけど、今日はコミュニケーションを、喋れないけど、なんとか取ることもできましたし、すごい盛り上げてくれたし、めちゃくちゃ楽しかったですと感謝していた。英語を話せない渋野ひな子を、日本語が話せないワジールディン氏は、 渋野日向子と同様に満面の笑みを随所に見せ、ジェスチャーを交えて盛り上げていた。投稿された他の写真は、マネジャーや日本人キャディーラと映ったものなどだった。写真と共に今この瞬間を一生懸命生きていくこと。必死に戦うこと。楽しむこと。笑うこと。一人じゃないこと。 特に最後に一週間、いろんなことを感じれた気がしますなどと綴り、ファンやマネジャー、トレーナー、キャディーラに感謝した。その流れで、最後に、ユスフありがとうと、綴っていた。ネリー・コルダが、メジャー初、V サソ床ユカ21位、渋野ひな子は40位で、 五輪代表逃す女子プロゴルフツアー海外メジャー第三戦、全米女子プロ選手権最終日、27日。米ジョージワ州アトランタスレイコール6740ヤード。パー72首位から出た、ネリー・コルダ、米国が68で回り。通算19アンダーでメジャー初優勝を飾った。71のリゼットサラス。 米国が16アンダーで2位となった。笹藤ゆか、アイッツは1イーグル。5バーディー。2ボギーで67をマークし。3アンダーの21位。東京五輪にはフィリピン代表として出場する。渋野ひな子、サントリーは6バーディー。1ボギーの67で周り1オーバーとし。 40位で終えた。世界ランクで日本勢4番手だった渋野日向子は東京五輪の代表入りを逃した。世界ランク上位の畑岡那社、稲見萌音の二人が代表入りした。次のオーディオビデオでお会いしましょう。女子ゴルフ全米女子プロ選手権最終日27日。 アトランタアスレチック C= イコールパー7268位から出た渋野日向子は6バーディー1ボギーの67と伸ばし通算1オーバーで40位まで追い上げた条件だった単独5位以上には届かず東京五輪の日本代表入りは逃したこの1週間でいろんなことを経験できたし ちょっとでも成長するためには必要な経験だった思うメジャー3試合目でやっと予選通過できて最後に自分らしいプレーができたと思うのでこの1週間はかなり自分でも手応えがありますと振り返った第2ラウンド終了後帯同キャディーの藤野圭介氏に新型コロナ陽性反応が出たため 地元のユセフ・ワゼールディニ氏が第3ラウンドに続いて渋野日向子のバッグを担いだ初対面の前日は意思疎通がうまくいかず17バンパー3でチポチャを連発して銃を叩くなど76と大崩れしたタッグ結成2日目となったこの日はバーディーを奪うたびにグータッチやハイタッチをかわすなど雰囲気は良好 悪夢の17番では1音でリベンジに成功するとギャラリーの大歓声に対し二人で会心の笑顔で答えた本当に助けられた昨日は初めましてだったのでなかなか話しづらい感じはあった今日は話せないけどコミュニケーションを何とか取ることができた すごく盛り上げてくれましたしめちゃくちゃ楽しかったと緊急事態を助けてくれた相棒に感謝した3ヶ月に及ぶ海外遠征が終わった出場7試合で最高成績はピュアシルク選手権の31位 ANA インスピレーションと全米女子オープンのメジャーに大会は予選落ちした 悔しいことの方がたくさんあったけどこの1週間の自分を考えると今までの悔しさが全部消えていくような感じというか溜まっていたものが全部吐き出されたかなという内容のゴルフだったと総括した今週のようなゴルフができていけば次にアメリカに来る時にはもっと戦えているんじゃないのかなと思う良かったところ 悪かったところをしっかり復習して次に向けて頑張りたいと確かな手応えを口にし前を向いた帰国後は隔離期間を経て GMO& サマンサカップ7月16から18日茨城イーグルポイント GC で国内ツアーに復帰予定 渋野ひな子、今この瞬間を一生懸命生きていく大会直後に感謝の5枚を SNS 投稿全米プロ最終費は67チャージ終了後にインスタグラム更新女子ゴルフの海外メジャー全米女子プロ最終費は27日ジョージワシュアトランタアスレチッククラブ6740ヤードパー72で行われ 渋野ひな子、サントリーは6バーディー。1ボギーの67で回り。通算1オーバーの40位で終えた。東京五輪代表入りの最低条件だった5位以内には届かなかった渋野ひな子は、ホールアウト後にインスタグラムを更新。5枚の写真を掲載し、胸中を綴っている。 渋野ひなこが掲載したのは5枚の写真だった1枚目は3日目から急遽キャディを務めることになったユスフワジールディン氏と写ったもの背中側から撮影されたものだがワジールディン氏が両手を挙げて喜びしぶのひなこ自身もクラブを手に大きく口を開けて笑顔を浮かべている他にもた動キャディーやトレーナーら チーム渋子と一緒に笑顔を浮かべるものなど計5枚を公開。そしてこうつづっている今この瞬間を一生懸命生きていくこと必死に戦うこと楽しむこと洗うこと一人じゃないこと特に最後の1週間。いろんなことを感じれた気がします応援してくださった皆さん支えてくれた皆さん ピナコーンマネージャーさん、ピナコーントレーナーさん、ピナコーンキャディさん。今回も本当にありがとうございました。ユスフありがとう、原文ママファンや、約3ヶ月の海外遠征を支えてくれたチーム。急遽キャディを務めたワジールディン氏への感謝のメッセージを送っていた。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。